本日も求心、茶畑純正役の笹野隆でございます。二の足を踏むとかさ、大概一瞬と考えるとかっていうことは、どんなお仕事でもあるんですけど、これはもう、なんか何の抵抗もなくもしをやらしてやらしてっていうぐらいなんか嬉しかったですね。江本さんといい、佐藤美作さんといいね、いい同級生の俳優を僕は持ってるなと思って、幸せだと思いますよ。あんな刺激的な俳優さんたち、そういう中からなんかみんなが知恵持ち合って面白いものがなんかひょっとしたらできちゃうんじゃないかなっていう予感がしますね。不勉強にも読んでなかったんで、手に入れて読んでみたらば、いやー、いっぺんに引きずり込まれましたね、あの世界に。いやー面白いですね、憧れますね、あの世界ね。当時70年代っていうと、今から30年、40年ほど前、50年前、50年も前。昔はさ、もっと情のあるおまわりさんがいっぱいいたんだよね、東京でも。田舎行けばもっといたでしょうね。え、こら、あ、こらって言うんだよ、おまわりさん。当時はこら、なぜだ、こらって言うんですよ。こらって言おうこらって言うおまわりさんできるかもしれないな。こういうおまわりさん言ってくれよっていうようなおまわりさんなんかやってみたいなと思いますね。情のあるおまわりさんね。本日も求心、明治座でお待ちしております。